さあ、またまた一人でカメラを回し始めたわけなんですけども、今日はね、ハーさん71歳の誕生日をお祝いしようということで、今ですねプレゼントを買いに向かっています。まあ、ハーさん71歳になられるということで、もうねこれまで、まあ、誕生日に限らず数々のプレゼントを受け取ってこられたと思うんですよ。その中でね、まあ、どうせ渡すなら忘れられないようなものをあげたいなと。で、何にしようかなって、まあ、いろいろ悩んだ末に、今日これから向かうところはズバリコストコです。コストコで母さんが一生忘れられないようなプレゼント、もうね予約してありますので、それをね今から受け取りに向かいます。地下場に向かうエレベーター、君を抱きしめキスをした。目を開けたまま腕も回さずに、早く行ってよと言葉捨てた。 Yeah、 外は雨、さあ買ってきました。もうねコストコの会員の方であればお察しがついてるんじゃないかなと思いますけどね、ズバリ今日買ったものはこちらです。ハーフシートケーキ買っちゃいましたよ。48人前ね、どうするんですかね。まあこんだけ大きいケーキを持っていけば、母さんこの先忘れることのない思い出の一品になるのではなかろうかと、こう考えたわけです。ただね、このでっかいケーキどうしようかなっていうのはあるんですよ。まあね、母さんお若いですよ。若いとはいえ71歳になられたわけですよ。あんまりねこれ全部食べきってくださいなんてね、ドーンって渡したってね、虐待なんてね言われてもね、まあ僕も吹けば飛ぶような身分ですから、炎上なんていうのはねできれば避けて通りたいので、まあちょっとねどうなるかは分かりませんけど、とりあえずハーさんのリアクションを楽しみましょうということで、ハニーポップに今から向かいます。さあ、ということで、はい、どっちが喋るかを決めとかんもんで、二人でじっと黙って最後までというのはどうなるんですか。はい、いや、そうなんだ。はい、そんな暇人じゃないです。母さんですよ。はい、何ですかこれは。はい、これが用意したんだ、ね、そう、はい、入ってきたらすでにこんな感じになってました。それだけでございます。ということで、はい、母さん71歳おめでとうございます。ありがとうございます。70と71はね、同じようなもんですね。なんだっていう変わりはないと思います。変化はないですか。ないです。ただあのなんかコメントの中で柳井さんがですね、はい、おめでとうございますっていうのをちょっとメッセージをいただいて、あ、お祝いのねメッセージもいただいてますね、はい、この中に入れてもらったみたいで、で素敵な店ハニーデップって書いてあるんです。書いてありますか。ハニーポップでございます。ちゃんと訂正してあったじゃないですか。ハニーポップデップってあれジョニーデップだろ、それは今気づいたのね。
何のことかな。いや、ハニートリップって言ってお客さん間違えてくる人がいますよ。ハニートラップじゃない。あ、どうなんだって言います。トリップ、あ、どっか行っちゃいますよ。蜂に乗ってどっか素敵な国、そういうことか、ミツバチハッチみたいな。今日ね、ちょっと頭の回転が悪くて、だいぶお疲れのご様子なんですけどね、はい、乾杯、ハッピーバースデーの乾杯していただきますか。ですよね。シャンパンも一応用意しましたので、はい、今日ケーキ食べながら、はい、じゃあグラスをいただきまして、はい、母さん、71歳おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。はい、で71歳の実感はあんまりないっていうことですが、やっぱりね、60になった時とか70になった時の方が、はい、やっぱりこう数字が変わるでしょ。あ、59から60ってものすごいがっかりしますよ。え、とうとう60って。50代はバリバリでまだやれてたのに、はい、60聞いた途端に、まあ、還暦のパーティーとかね、赤いちゃん結構来たりすると余計ですけど、これまた69はまだいいぜ、6だぜって言ったのが、うんうんうん、70はもう誰でしたね、ないですからね。それは気持ちの上での老いを感じる。いや、もうむちゃくちゃ体ももちろん感じますよ。いや、まだまだ。今日ね、たまたま眼科行ってきたんですけど、はい、白内障は僕はパンツ履かない症だったんですよ。で、緑内障は良くないでしょっていうので、ちょっとメモしてくださいね皆さん。緑内障もちょっと進化してるという。あ、どっちもお持ちなんですね。で、白内障も手術しちゃったので、はい、まあ、今パンツ履いてるんですけど、はい、あの白内障。誕生日でこんな話をする。いや、違いますよ、僕のプランは。なんかお祝いのがあるでしょ。お祝いとか。いや、まあ、71歳、はい、今回もたくさんのプレゼントをいただきました、花束もこれもそうですね。これ全部そうですか、ここに並んで。そういうことですね。ね、素敵ですよね、考え方で、はい、これまで、まあ、毎年誕生日が必ずやってくる。不思議ですけどね、偶然なのかもしれないけど、ね、毎年やってくるんです。やってくるんです、ね、同じ日に。不思議と。で、まあ、誕生日はもちろん、それ以外にも例えばクリスマスだとか、ね、なんかお祝い事があった時に、はい、うん、プレゼントっていろんなものをいただいたと思うんですけど、むちゃくちゃいただきましたね。印象に残ってるものをいくつかピックアップしていただくと、今思いつきでいいです。今ね、まあ、よく話はするのは、ファンの方が、まあ、ギブのラジオやってる時がいたので、はい、冬になると、まあ、皆さんあの時期ね、手でマフラーを編むっていう、この話はいつもするんですけど、マフラーで編んだやつを毛糸で、それをくれるんですけど、10本もらって、で次のライブにつけてからやって、10本首に巻いて死にそうになってライブしたことはあったんですが、それはまあいいんですよ。はい、はい、それはね、まだ皆さん若い高校生の子たちだから、はい、大学卒業してちょっとある程度20代の女性の方が不安になって、はい、でセーターを編んでくれる、うん、ね、でプレゼントをやってくれるじゃないですか、誕生日っていうで、セーターをくれてきたんですけど、ぴったりなんですよね、はい、で、よく考えてくださいよ、セーターってサイズがあるじゃないですか、はい、これ一回測ったりとか抱きしめないと、大体の大きさわからんんですよ。そうですね、なのにぴったりなんですよ。いや、だからいつ測ったの僕の体を。ほんでね、なかなかね、男のプレゼントって難しいらしいですよ。あの、ネクタイとかって僕しないもんで。ああ、そっか、そうですよね。だからネクタイも、あの鍵盤のネクタイとか、あのギターの絵が描いたやつとか、ミュージシャンのやつをってもらうんですけど、もう家に10本ほど並べてぶら下げてるだけだもんね。なんか干してるみたいになってるだけで。それ次のライブの時ネクタイしていきますからねって言って10本ガーッとして、これはね、ネクタイはダメなんです。ネクタイ今こうやってここで結んだったり上ってきちゃうんですよ。この71年間でネクタイしたのは、12、3回あるんですけど、それは全部お葬式ですから。お葬式だけはネクタイしながらね、黒いやつ。逆にしんちゃんは今もしこれで誕生日でしょ、はい、あれいつ誕生日？僕は5月です。あれ、まあ、じゃあこの話はなかったことにして、いやいや、聞いちゃったらもっとあげなきゃ赤くなっちゃう。いや、いいですよ、いらない お気持ちだけ。例えば今いくつでしたっけ。僕39で今年40になります、ね、でしょ。その年代の子は誕生日にプレゼントって何が欲しいか逆に聞きたい。例えば、まあ、母さんだったら、
これ別にあの請求じゃないですよ、お願いじゃないですけど、はい、例えば生歌歌っていただいたらそれはそれで素敵なプレゼントじゃないですか。そうですね、あの、まあ、例えばこのねハニーポップで誕生日だね、いっぱいおごるよって、これまで一発的な、誕生日あんまり酒飲まへんでしょ。でもあんまり飲まないんです。だからなんていうんですか、ご飯コストしてあげるよとかそういうのも十分嬉しいプレゼントですし、もう、はい、いやいや僕も好きですけど、素敵なイタリアンですそういうイタリアンリーズナブルで。でもじゃあ物を聞きたい。物だと、うん、まあでも僕は月に何回かはネクタイ締めるので、ネクタイいただいたらそれはそれでありがたいですね。あんま見たことない。まあスーツ着てると大体スーツ着てる、まあ、この感じでスーツなんか似合わないでしょ。似合わなくても着なくちゃいけない日はあって、大体だからスーツ着てお出かけすると、はあ、今日は就活ですかって言って聞かれる。まあそれぐらいしか着ないという。だってしんちゃんはスーツとスイーツは似合わんでしょ。うまいな。それは置いといて、いやでも、あんまり考えたことないですね。でだから残るものがいいのか、それともこうやって言った飲むものとか食べるもの、歌なんて一回歌ったらもうひょーって飛んでっちゃう。そんなの絶対思い出に残るんでしょ。いやいやわかんないですよ。でちゃんともらっとってものであれば、あれ去年はそういうこれもらったんだ、一昨年もこれだったね、テレビ塔のこういうやつとかね、ペナントとかね。それ旅行なのに。本当だ本当だ。それで残るけど、うん、逆に難しいもんね、残るから。いらんものをくれる人だったら困るもん。まあ、正直そこはありますよね。どうしようかなって困っちゃうよ。自分が欲しいからといって相手が欲しいと思ってるってことはありえないんですよ。だから今年の誕生日はこういう、ね、実際花もらってるんですけど、花もね実はいただけるのは嬉しいんですけど困るんですよ。もう取っとかなかんし、最後パサパサって部屋掃除したかんし、こうやって折ってもなんか置いてあって見えへんしね。ありがとうございます、花たくさんいただきました。いやでもね、母さんはお店にまた飾っておけば華やかにね。今カメラの後ろにもね、花瓶が2つありますけど、はいね、まだ飾るところがあるじゃないですか自分のうち。僕お花いただいても僕はいよいよなんですよ。そう、ああそういうことか。いやだからまあ刺してくださるんで、花束を、ね、刺してくださってるのか、お前にやる花束はって話かもしれませんが、花束もあんまり似合わないような気もしますけどね。似合わないと思います。卒業式みたいなやつだな。年取ってくると花束よりも札束の方が好きになってきますから。大好き。思ったことないですけど。だから温かい5000円より冷たい5000円が好きなの。もうね、誕生日って正直は照れますね。でよくフェイスブックでね、はい、ずっと見てると皆様のおかげで56歳の誕生日を迎えることができましたってみんな載せるじゃないですか。でそれってこれ自分の誕生日自分で言うかなっていつも思うんですよ。正直僕も思います。あれを言った方は何かを要求してるのかなって。ちょっとだってプレゼントそれだから、おめでとうございますいっぱい来ますよ、あれやっぱり寂しがり屋の人なんですね。まあ誕生日ぐらい祝ってちょうだいよっていうのかもしれませんし、僕はだからやっぱり当日はあげないんですよ。でもどこで知ったかはちゃんと覚えてくださってる既得な方々、ね、わ何人かいらっしゃるんで、おめでとうはいただくんですね、はい、おめでとうで、その方々に対してのお礼を込めて、まあ、翌日ぐらいに投稿はするかな、はい。これあれ、フェイスブックには自分の誕生日載せてます？最初わけわからずに登録してましたけど、今多分、公開してないと思います。うちのそのボーカルのアミちゃんは一切誕生日やってないんだけど、はい、なんでかって、はい、ザ・マーミロって今回言われたんですけど、はい、登録したがゆえにこの誕生日の日付が変わった途端に、すごい思い出もあるなって来たんですよ。どうしようと思って。そんなのはね、これでも全部返事しました。これね、5時間ぐらいかかりました。じゃあまあそんな母さんにまだプレゼントお渡ししてません。プレゼントなんか持ってきた？で母さんに、そんなとこにはない。ないないない。どこにある？この辺から鳩だ。ああいや、しかも鳩なんです。鳩飛んでっちゃう。はい。でもうね、一生忘れられないであろうプレゼント今日ご用意しました。いやだな、それで一番怖いです。
いや、もうこれね、実はご覧になっている方は、はい、プレゼント、何かご存知なんですか？え、何それ、手品、手品パチンってやる、この辺にあの、ね、出てくるの、猫ちゃんなんか、はい、いや、じゃあ、ちょっと待っててください、待ちます。改めまして、ハーサンハッピーバースデーありが、これ、ケーキですか？ケーキです。あの出せなかったの、金額乗ったまんまですけど。あ、本当ね、もう、あの、これすごい、嘘嘘、本当に呆然とする僕。さあ、どうですか、ばあさん。素晴らしいです。どうですか？え、しかもこれ、5000億になって。ありがとうございます。どうぞ受け取ってください。いや、何がケーキ受け取りますけど、こうやって受け取る、どうします。いや、これをあの、ちなみにこれ何人分だと思います？あ、何人分、10人ではくれます。もっと声下回るのか、だいぶ厚みもあります。12、3人一応オフィシャルでは48人分となっています。食えなきゃねえでしょこれ。そうだ、いや、もうね、あのお客さん来いし、これ買うって決めてたんですよ。はあ、みんながおるときにカメラから多分フレームアウトして一回終わりましょうか。みんながいるとこだったらよかったね。いやね、で、あのどうしようかなって、これを買うはいいが、はい、さすがに母さんにこれ全部今から大食いしてくださいって言うと、多分ね、一応用意しましたよ、大食いしていただこうと思ってね、糖尿病にね、おわっとかね、おっ食いました、ね、いや、だからあの、うん、まあでもそれでね、あの、はい、炎上吸ってもらっても困るし、そういうことで、はい、はい、C の左、はい、はい、C じゃない、 C って言ってるっていうのがダメだね。で、まあそれも良くないなと思ったし、はい、じゃあ、せっかく大きいケーキ、土台もいっぱいあるから、71本、ろうそく並べてみようかと思って、じゃあ、ろうそくも用意してあるんですよね。すごいじゃないですか。ほら、これね、ろうそく。71本ある。ほらね、これをね。はい。ほら、あと、ね。おい、亀山ろうそくやないか。こういうのとか、あと、ほら、あの、こういうのもね。これ、ぶつ、それもいいよ、すごい。それ、火でへしゃーって。お線香。あ、お線香や。お線香を選んだじゃない。これあと何十年かしたら使ってください。一回用意したんですけど、はい、まあ71本もろうそく立てると火事になっちゃいませんし、そういうことですね。そんなの面倒くさいんで、はい、やりません。違います。そういう時だったら、これにものすごい太いあのね、ああいう時にこれどうしてもやらない、赤いやつ、こういうろうそくこれ立ててるとかあるじゃないですか。それはない。うん、それは持ってきてないです。じゃあファーストバイトしましょう。おお、そうしましたか。だから、しんちゃんがこうやってやって、結婚式やるでしょ、はい、新郎新婦が、はい、こうやって食べさせる、はい、これをやればいいですかね。やりますか。やりましょう。はい、皆さんもあのお祝いをぜひお願いしたいと思います。じゃあ、あんは僕やります。はい、じゃあ、すくってください。すくう、すくうのは自分でもう好きなところに。なるほど、なるほど、音楽ですからね、はい、一生音楽をやってくれますようにというのを込めて、込めて、はい、じゃあ、このバースデーのデイを、デイを親しき中にもデイありと言います。これでいいですか。はい、いいですか。クリームをしっかりと、ね、いますで、デイが見えますね。じゃあ、弾きますよ。はい、はい、おめでとうございます。むちゃくちゃ、うわー、むちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。あ、本当美味しいですよ。見えてないもん、自分の顔え、今見えてない、ただ鼻の穴に入ってるのは分かる。ありがとうございます。ありがとうございます。あとどうします。食べます。食べます。アミさんにも食べていただいて、はい、よいよい協力しますね。ありがとうございました。はい、ということで、今日これをご覧になっている視聴者の方、母さんへの
誕生日のお祝いの気持ちがございましたら、はい、チャンネル登録と高評価と、はい、拡散もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ、バイバイ、バイバイ。とても青くきっと誰かも見上げてるでしょう。大きく両手を広げて受け止めよう。一緒に泣こう、一緒に笑おう、一緒に悩もう。